えっと、子供の頃から同年代で背が一番高く、成人の今195センチある男です。幼い頃から内向的性格でインドア派と自覚してますが、周囲から背丈にあるスポーツ等を必要に迫られたり、体型系のノリや役割を強要されるなど、自分の悩みを理解されていつまでの人格を求められることが不安です。認証心理士に話しても贅沢な悩みと一周されたほか、第五さんの配信で同様相談しましたが、配信タイムに問題が生じたと言われ、十分な回答がいただけませんでした。初心男性の言うような悩みを解除することはタブーなのでしょうか。別にタブーじゃなくて、あ まシン・ミシュレがおかしな人だったっていうのと、DAIGO さんのパソコンがおかしなことになったっていうだけなんですけど、まあ、もしその、あの日本の場合って平均身長が170ないぐらいなので、やっぱりその、キーの目というか、珍しい人だよねって見られ方しちゃうのは当然だと思うので、あの、もしそれぐらいだったら、オランダとかに行っちゃった方がいいと思いますよ。あの、オランダ、女性の平均身長が170で、男性の平均は180近くあるので、195とかだと、日本でいう身長170センチぐらいの。 あのまあ平均よりちょっと高いよねぐらいでめちゃくちゃ高えこいつっていうことでもないのでなのであのさっさと外国行っちゃった方がいいんじゃないかなと思いますあの全く気にしないで生きるっていうのもできるんですけど多分その全く気にしないで生きるができてないから僕に1000円払ったり大悟さんに相談してるだと思うので一回その高身長の人の国行ってみるとまあ,あの別にあの住むとかだといろいろ大変なんですけどまあ1ヶ月とか2週間とか旅行してみて であの、背が高い人だらけの国だと別にあの、みんな自分のこと見ないんだなっていうので、まあ、それですっきりする場合もあるし、まあ、こっちの方が言いやすいなっていうのであれば。あと、オランダってあの、日本人、あの、ビザ取りやすいので。